それではあやさん、23回目のアカチャンネル始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の、去年だね、去年の2月に亡くなった、パピオンのコウメですけれども、何歳、亡くなったのが21歳すごいですねすごい長寿なんだよね、はい、体がたまたま強かったのかな、はいはい、でこの子を引き取ったのが2010年にもうすでに11歳でうちに来てるので、はい、でそれから10年一緒に暮らして、で旅立っていったんですが、でうちに来て半年後ぐらいになった時にこういう姿になって、全然違いますよね。全然違う。やっぱりこう最初ね、はい、まあ、繁殖場出身、ね、劣悪な繁殖場出身の子だったんだけれども、はい、まあ、その崩壊で保護されたという、まあ、そういった、ね、経緯があって、やっぱりもう諦めたような顔をしてたよね、はい、もう目からやっぱり輝きがなくって、もうとにかく感情の表現もしないし、諦めたような目をしていた子なんだけれども、まあ、うちに来た時も最初はやっぱりね、はい、なかなか自分を出すことができなくって、まあ、ちょっとしたことでもすぐにこうビクビクするっていうようなね、はい、まあ、やっぱりトラウマがあるのかなっていうことを見て感じていたんですが、まあ、徐々に心を開いて自分らしい、はい、こう振る舞いをするようになって、はい、でこんな風に ね、キラキラと目も輝いてるし、すごい笑うようになったとか、表情が豊かになって、本当になんか本来の可愛らしい、姿にこう戻ったというか、まあそんな感じでね。最初はなんか座布団も、そうなんか、やっぱり繁殖場にいると、金網のね、硬くて冷たいところでしかこう暮らしたことがないから、その肉球にふわふわのものが触れるっていうこと自体がもう経験がなくて怖い、なのでもうこの子のために用意したペット用のベッドでさえ、もう最初絶対乗ってくれなくって、普通にこう なんていうのかなふわふわじゃないものの敷物から始めて、でそのうちどんどんこうふわふわの、ね、ものでも寝られるようになって、まあ本当にある程度のこう時間が経ったら、もうそこで本当に安心してね、リラックスして気持ちよさそうに寝てくれるようになったっていうね。ボールとかも最初そう、ボールを転がしただけでも怖いし、ね、あと人が立ち上がるときにちょっとした音が立つでしょ、はい、そういった音にもものすごい敏感で、でうちに来た時もワンともスンとも言わない。あ、そうなんですか。一切声を出さなかったの、はあ、本当何なんだろうと思うぐらい。でもある時期からワンワンってこう吠えるようになって声出るんだと思って、すごい嬉しくなった。私がコウメちゃんに吠えられるのを、そう、うちに来た時すごい大きい声で吠えるから、もう最初全然あんなじゃなかったからね。じゃあそれはこう本来のその性格が出て証拠ってことですね。そうだねでも21歳にはもう見えないぐらい、もうジャンプ力もすごかったし、とにかく散歩が大好きだったから、足腰がすっごい丈夫で、で毎年ね、狂犬病予防注射とかしに行くでしょ、で1年2回ね、健康診断するときに獣医師の先生がいつもびっくりするのは、まず改めて年齢を確認していやすごいですねっていうことと、あとはすごい足が太くてしっかりしてますねっていつも言われて確かにそうかもしれない、がっちりしてましたよね。がっちりしてて、本当に最後の最後までほぼ寝たきりになることなく、本当間際までね、散歩に行ったりして、そうですよね、もうね、バンビのように走ってくるっていうのがね、本当によく見かけそしてお次が
デンちゃんです。デンちゃんも今年でもう14歳あ、14歳ですか、うん、うちに来た時は5歳で、でこの子もあのやっぱり劣悪な繁殖場にいた子なので、はい、あの保護された直後っていうのはもうこんな感じでね、うん、もう本当になんか目力がないし申し訳なさそうな顔をしているでしょ。なんかうつろで、なんかもうね、僕ってなんだろうみたいな。そう、本当になんかね、自分を全く出さないっていうのはすごい、もう何でもこう遠慮がちな感じでずっといたんだけれども、まあ、その時に私がまたまたま出会って、そう、こんな感じ。それから3ヶ月後ぐらい。3ヶ月でこんな。もう3ヶ月でこんな感じ。でも今ではなんかすごいもん、なんか自己主張とかがあんなにこう、なんだろうね、控えめだった子なのに今全然控えめじゃないもうあの歩いて回ってますよね、アラさんの後をね、ついて本当に可愛い、さくら、黒猫のさくらは、で2014年に天国に旅立ったんだけれども、約2年半私が介護生活を、あのして面倒を見ていたのね。で、愛知県の岡崎市の行政の施設で出会って、この子の里親になるっていうことを決めたんだけれども、たまたま視察に行ったんですか？あのね、私が本当にこのエヴァを立ち上げる前、まあ、個人で初めて講演の依頼があって、それをお受けしたのが岡崎市の行政からお招きいただいたっていう講演だったの。で、講演が終わってから、じゃあ、あの、施設の方で、センターの方を、あの、ちょっと、あの、拝見しますっていうことで行った時に出会ったのが、さくらで偶然ね。で、もうその時すでに足が悪くって、障害があって立って歩くことができなかった。なんかもう立ててない感じですもんね。それで、あの、小脳にも障害があるので、ずっとこう頭が濡れている感じもあって、まあ、間違いなく、本当にあの、殺処分という厳しい状況になっちゃうんじゃないかなっていうのが、こう、もう容易に想像できたのね。やっぱりなかなか、これだけ介護っていうものに手がかかる、ね、猫ちゃんのその、里親になってくれる人を探すってすごく厳しいから、ですっごく私はもう心が惹かれてしまって、でもこれって安易にね、その一時的な感情で、じゃあ、その同情だけでね、あの、里親になりますなんて言えるものではとてもないから、私一回東京に戻って、冷静に考えて、で、家族の許可ももらって、で、もう一回愛知県の岡崎市に行って、あ、そうなんですか。うん。そこで譲渡していただいて、っていう子だったんだけど、それで京都の子に引き取ったんですか、最初は東京で面倒見てたのね、私があの東京にあのいることが多かったので、だけれども、まあ、京都の時間が長くなってきて、あのみんな動物たちが東京から京都に移動して、京都で、あのこれは京都の家だね、これ、小梅も元気な時だし、あと花子もあの、猫の花子、2011年の、あの、東日本大震災の時に、あの、被災した。花子と。はい。花子もまだ元気だった時。で、デンちゃんと、神戸と。うん。で、その真ん中にいるのが、桜。でも、いつもね、その桜の周りにみんなが集まるの。かわいい。すごいなんかね、で、みんなで稲田ぼっこしながらね、桜に寄り添って、こう寝たりとかね、周りに集まってくるっていう、すごい微笑ましい光景。いいですね。さんさんと日が当たるところで。で、やっぱりずっと寝てばっかりだと、まあ、つまらないし、体にも良くないということで、あの、車椅子を一応、あの、オーダーして作ったのね。ただ、あの、前足も後ろ足も全く動かないので、本当に車椅子の上にあの、乗ってるだけっていう状態なんだけど、やっぱり体を起こすことっていうのが大切なので、あの、とにかく車椅子の上に座らせて、で、そこでご飯を食べて、で、その、なんかまんま、あの、食後、昼寝するっていうのが桜の日課だったんだ。まあ、でも、もうね、動けないんだけど、もう、
食べようっていう意欲とかがもうすごくって、生命力にあふれてたので、もうとにかくやっぱりこう頭も揺れちゃうから、食べる時も一生懸命なわけで、ものすごいたくさん一生懸命食べるのね。やっぱりその姿を見てると本当にたくましいなって思うし、まあ本当に自分たちが生きてる中でいろいろとね、悩んだり苦しんだり後悔したり、つまんないことに落ち込んだりとかする、まあそういったことって本当にダメだなって、こうやってたくましくやっぱ生きないといけないなってすごい考えさせられたりとかしてね。自分がもしそういう風になったら、今の自分を悲観したりとか、なんかもうこの先もうダメだっていう風になっちゃったり、あとはあの時こうだったらとか、後悔したりとかするんだけれども、この時のさくらちゃんは今を生きてるんですよね。今しか見てない。本当にその今、その瞬間を一生懸命生きてる。だからなんか人間って足りないものとか、はい、なんか不足してるものばっかりをこう、ね、考えて、なんか不満を持ったりとかしがちだけれども、そうじゃなくて今自分のいる現状、与えられている現状をきちんと受け入れて、それ前を見てまっすぐ生きるっていう、そういうこう、生きる姿勢みたいなものをね、すごい考えさせられて、だからやっぱり、さくらをこう、お世話する意義って、やっぱりこういうこう、なんていうか発見っていうか、こういうこう、感覚になれるっていうかね、自分を見つめ直せるようなこう時間を与えられたんじゃないかなってすごい思うようになって、教えられますよね。もちろん大変だったけどね、やっぱりどんどん排泄も自分でできなくなっちゃうし、寝返りも打てなくなっちゃうから、寝返りもサポートしないといけないし、あと排泄もね、お腹をマッサージして押してっていう圧迫、排尿排便させなきゃいけないとか、とにかく手のかかることはたくさんあって大変は大変なんだけど、やっぱりそこからね、学ぶこととか気づかされることとか得られるものっていうのがあまりにも多くて、あ、私はやっぱこう、これをこう理解して感じるためにさくらとの出会いがあったんだなと思って、やっぱりその2年半だったけれども、その時間も私にとっては本当の宝物のような時間だなというふうに今になって思うかな。その時って今から考えると大変だったんだろうなと思うけれども、その時ってあんまりこう大変と思わないんですよね。そこにいるから、そこにその子が生きている、存在してるから、何かをやることが大変とかって、なんか感じないんですよね。そうなんですよ。とにかくひたすら自分も一生懸命で、でもちろんやっぱりこう学びながらやっているから、ね、まだ経験してないこともたくさんあるし、時にはああこうすればよかった、わあ桜に悪かったなって思うね、こともやっぱり少なからずあって、やっぱりそんな中でちょっと床ずれがこう、ね、できてしまって、それにちょっと気づくのが遅れちゃって、それが結構ひどくなってた時に、うわどうしようって思う、これをなんとか直さなきゃいけないと思って、このあたりにやっぱりね、このお尻のところとか結構ひどかったのね。でもうこんなことにこう気づかなかった自分っていうのって、もうなんて本当にああダメなんだろうってすごい後悔して、とにかく一生懸命いろんなもの調べて、獣医さんにも相談して、7ヶ月ぐらいかけて完璧に直して毛まで生え揃った。毛まで生え揃ったんですか。そう。すごい。本当にもうね、かなりひどく壊死してしまっていた、皮膚がね、完璧に元に戻って毛も生え揃った。すごいですね。もうとにかく私は何とかして、もう本当に元の姿に戻してあげなきゃいけないと思ったから、まあ、それで食べ物からお薬からいろんなも全部変えてね、寝床から全部変えて、でもう本当にそこはねほっとしたし、でもやっぱりその経験から、やっぱり私はこう健常者だから、どうしてもこう動けないというこの状況をね、まだまだ十分に想像することができなかったんだなっていう反省がすごいあって、やっぱりこう動けないさくらの目線とその立場に、本当にもっともっと繊細にいろんな視点からこうその立場に立って考えて、やっぱりこの子の状況を、気持ち、痛みっていうのをもっと想像するっていう力が必要だったなってすごい反省して、やっぱりそこからやっぱり思いやりっていうのは本当に想像力なんだなっていうのをすごい自分の中でね、感じたんだよね。それで車椅子の上でいつものようにお昼寝して、そのまんま眠るようになっていって、
全く苦しみもせず、なんかこの子にちょっとやっぱり生きてきて障害を持ってやっぱ大変だったと思うの、動けないって、高いところにも登れなかったしね、でも最後は何の苦しみも与えずに眠るようにね、すごく楽に眠るように天国に旅立っていった。あやさんに床汁に直してもらったし、ね、そうもうこれで痛くもないから歩いていくよっていうふうに行けたのかもしれない、ね、だから亡くなった時はもちろん寂しいしすごい悲しいんだけど、うん、なんかこの子の天寿を本当に全うできたんだなって、そのこの子が自分の、ね、障害を全うするために私は本当にしっかりとサポートすることができたんだなっていう子で、何とも言えないこう気持ちが満たされるっていうか、悲しみの中に、寂しさの中にもすっごい満たされる感じがあって、うん、なんかきっと天国でね、今までこう不自由だったから、だからこう解放されて、天国で走り回ってるんだろうなとか、うん、行きたいところに、高いところに飛び乗ってるんだろうなとかっていうことがすごい自分の中でね、うん、こう思ったんだよね。あとはなんかそのお金とか物とか、うん、そういう欲じゃなくって、そうだ ね, そうだね、もうとにかくこれはもう桜に限ったことじゃないんだけれども、うん、やっぱりね、本当にその自分以外のものを愛したりとか慈しんだりとか、もうその子のためにとにかくもうひたすら一生懸命に尽くして、こうその中で自分が感じるこう温かい気持ちってもう何よりもやっぱりこう幸福を感じる瞬間だったりするから、本当にその物質的なものに満たされることは確かに楽しいし便利かもしれないけれども、でもそんなものの幸福感って一瞬だけれども、うん、やっぱり彼らとのその生活の中でね、満たされていく、温かく満たされていくこう自分の心っていうのはもう何物にも代え難い最高の幸せだし、もう本当に尊いものだなっていうのをね、彼らと生活の中で感じることができて、でずっと思ってられますもんね、うん、その時のこと、その時の感情。そうなんだよね。だから元々なんかあんまりこう物に執着するタイプじゃないけれど、やっぱり若い時ってある程度はね、うん、あこれも買いたいなとか、うん、こういうの使いたいなとかっていろいろあったと思うんだけど、もう本当にその物欲がものすごい、うん、なくなったというか、うん、もう全くなんか物にはもうほぼもうさらに興味がなくなっていっちゃったっていうか、うん、いかに自分の心が温かく満たされていくかっていうことにものすごく人生の軸を置くようになったんですよね、うんうん、じゃあ思いやりは想像ということ、うん、そうですね私もう喋ってるとなりつつごめんなさいすみません。